それではよろしくお願いします。青春トレインでございます。歌えるかな、頑張ります。トレイントレイン走り出すよ、トレイントレイントレイン、ノリノリで聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。頑張ります。ね、本当にダンスが難しい、曲もね、歌うのも難しい、でも本当にね、黙って流されてしまおうか、みんなの意志に逆らえば邪険にされて足を踏まれ小突かれる、どこへ向かっているのかなんて聞いちゃいけないんだろう、熱を乱さず不満の見込み更新してりゃ満足か、夢など見なけりゃいいんだ、傷つくこともないのに、自分の行きたい場所ができたから他の道進む、誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ、見えない列車の発車ベルが鳴り未来を生活青春って転倒するんだ、さあトレントレン、そろそろ楽して大人になるか、ありがとうございます。力回れば近道になるって、ずる賢い誰かに耳打ちされても先を急ぐ理由がない、ここに留まりやるべきことは何もないって知ってる、希望持たずに自分捨てればここもそんなに悪くない、夢など見なけりゃいいんだ、傷つくこともないのに、自分の行きたい場所ができたから他の道進む、誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ、見えない列車の発車ベルが鳴り未来を生活青春ってトレンドするんだ、さあトレンド大人になるか、今気づいた、次は見たことなかった、そうだよ、ハーフだった、人生はトンネルだらけ、青空を期待するなよ、闇の中で振り返るな、次で降りて自分で歩け、何度も挫折をしながらそれでも人は立ち上がる、理想と現実の狭間で何を求めてるのだろう、自分で経験しなくても言ったふりすればいい、電車に乗ってる大人が窓から叫んでいたよ、青春って点乗らないのか、死ぬまで海を見てなきゃ生きてる意味がないじゃないか、があればいいさ、行き先もわからないまま荷物を運ばれるように、僕らは片言レールの上で年を取ってゆく、青春ってトレン走り出すよ、さあトレントレンどうするんだ、今トレントレン乗らないのか、あトレントレン死んでも絶対大人にならない、ありがとうございました。ね、ラストアイドルさんでジェシトレインでございました。ねえ、ね、私さ、ハーフだった、びっくりした、ね、あれこの歌詞、あれそうだ、私ハーフしか踊ってないんだっていうね、いきなりのね、そう緊急事態に参りましたけど、うまく歌えてよかったでございます。